代々木ゼミナール、代々木ゼミナール本部高大ゼミタワー、代々木ゼミナール本部高大ゼミタワーは、東京都渋谷区代々木にある、代々木ゼミナールの超高層ビルである。通称、大ゼミタワー。本部であった代々木広角校舎が、老朽化したため、新たな中心となる、新校舎が建設された、地上26階地下3階の超高層ビルの校舎である。 2008年4月開校。場所は JR の先頭側から見て JR 東京総合病院の裏側にあたる。試験などでは本部校と記載するが開校したばかりの2008年4月にはタワー校舎という表記も散見された。パンフレットなどでは本部校大ゼミタワーという名称も使用している。正式な学校名は専修学校代々木ゼミナール本部校である。 開校に伴い、これまで使用していた、旧本校は、本部校法人事務局と、国際教育センターになったほか、貸し会議室運営会社が入居している。1階部分には、大ゼミタワーアネックスという建物が併設されており、代々木ライブラリーと2階部分に、東大エグゼクティブクラスの教室が設置されていた。2017年4月から2019年4月まで、 N 高等学校が入居していた。また、旧本校の五号館は自習館となり、全館が自習室として使用されている。2008年には16階部分にあるスカイレストランが電化厨房フォーラム21が主催する快適厨房コンテスト2008において有料賞を受賞した。2009年には社団法人日本建築構造技術者協会が、 取材する第20回ジェイスカ賞の作品賞を受賞した。また、同年には、日本名神構造協会主催の第10回日本名神構造協会賞、作品賞、建築業協会主催の第50回 BCS 賞、日本産業デザイン振興会主催の2009年、グッドデザイン賞も受賞。例年東京医科歯科大学の筆記試験の、 会場として使用されている。ありがとうございます。